吹奏楽あるあるソプラノサックス編でございます。おそらくサックス類最後になるであろうあるあるはソプラノサックスでございます。そんなにソプラノサックスを見ることもなかなかないとは思うんですけれども、たまに出てくるソプラノのあるあるもきっとあるかと思います。やっぱりね、比較的他の楽器に比べたら意見っていうのは少なかったんですけれども、やはり皆さん思っていることは一緒のようですね。口内炎で、ぜひね、ソプラノサックス経験者は共感していただければ幸いでございます。では早速参りたいと思います。吹奏楽あるあるソプラノサックス編でございます。レッツゴー。しょっぱな強烈なやつ出てきたな。まあこれは結局あれですよね、うるさいってことですよね。やっぱりいろんな意見見る限り、こうなかなかね、音量の調節が難しいというか、こんな意見もあったんですよね。小さい音を出していても音を落としてと言われる。自分的にはね、こうメソピアノとかピアノで吹いてるはずがね、先生にはもっと落としてもっと落としてって言われがちなんですよね。そして次に多かったのがね、この意見ですね。ピッチが合わない。この意見めちゃめちゃ多かったですね。結構さ、ピッチが合わないっていう意見に関してはオーボエだとか、あとはピッコロなんかにもありましたけれども、やっぱり高音楽器あるあるみたいなさ、やっぱりそういうところに共通してくる部分なんでしょうね。こういうピッチが合わないとか、音を落としてって言われてもうるさいって言われるとか、まあ高音楽器の構造上って言ったらいいんですかね、ちょっと適切な言葉が見つからないんですけれども、こういう部分はね、ちょっと仕方ない部分出てくるかと思います。うん、この意見も結構多かったっすね。一般的な形のサックスとは全然違って、ストレートにポーンだからさ、もちろん構えも少しは違うだろうし、それによってなんか右手に違和感が出るだとか、右手が辛い、右手が痛いなんていう意見がね、たくさんありました。どうなんだろう、これってさ、普段のサックスとは違うからちょっと右手が辛いっていうだけであって、クラリネットとかやってる人がソプラノを持ったらそんなに右手って辛くないんですかね。ちょっとそこら辺がわからないので、ぜひねコメント欄書いてくれると幸いでございます。で、クラリネットという言葉が出てきましたが、こういう意見もあります。クラリネットの仲間だと思われる。いや、あれは思うよな、あの形からして。なんでソプラノになった途端クネクネしないんだろうみたいな。同じくね、クラリネットに関することでこういうものもありました。金のクラリネットだと思われる。だとしたら相当すげえもんだよね。だってさ、クラリネットを知っていてソプラノサックスを知らない人がさ、こうソプラノサックスを見たらさ、金のクラリネットみたいなさ、相当すげえもんだと思っちゃうかもね。いそのことそのままさ、金色のクラリネットで貫き通すのも一つありかと思いますよ。僕、私、普通のクラリネットの色とは違う金色のクラリネットを持ってる、すごいでしょみたいな。若干自慢できるんじゃないですかね。もう嘘ってバレたら終わりだけど。アルトとの掛け持ち。やはりこう、掛け持ちとなると、アルトとソプラノって感じですよね。テナーとソプラノはまず見ないし、バリトンとソプラノだって絶対見ないからね。正反対だからさ、お客さんもさ、こう、アルト吹いてる人がいきなりソプラノに持ち帰った時にさ、あれ?全然違う楽器吹いてるみたいな。多分俺はこの吹奏楽っていう演奏を見ていて、その持ち替えを見た瞬間も同じこと思ったと思うんですよね。え、あれ何の楽器なんだろうみたいな。それこそ、え、金のクラリネット吹き始めたよみたいな感じだよ。そもそも出番がない。それを言わないで、それは言わないって約束だよ。そうですよ、そもそもそんな頻繁に出てくる楽器じゃないですよ。たまにさ、こうオーボエがない学校とかで代わりにソプラノを使って演奏するとか、そういう代用っていう意味で使うことはあると思うけれども、言うても他の楽器よりかはそんなに出番はないよね。今回さ、バストロとかバリトンとかテナーとかピッコロとかっていうあるあるを募集したじゃないですか。それらの楽器の中でも多分1位2位を争うくらいの出番が少ない楽器だと思うんですよね、ソプラノサックスって。この話はしてほしくなかったけれどもね、こういう意見が多かったという現実みんなも気づいてたんだ。以上、ソプラノサックスのあるあるでございました。皆様共感できたでしょうか。そうね、最後に出てきたこのそもそも出番がないっていうやつ、もしね、こう出番が出てきた時の目立ちようっていうのはやっぱりすごいと思うんですよ。ビジュアルからしても音からしても、やっぱり出番が出てきた時、ほんのちょっとでもすげえ輝くと思うんですよ、ソプラノサックスって。そういう部分ではめちゃめちゃ美味しいと思うんですよね。出番が少ない、その分美味しい。
この言葉がね、ほんとぴったりだと思うんですよ。バンドをね、壊してしまったりだとか、ピッチが合わないだとか、結構ね、苦労はしますけれども、めちゃめちゃかっこいい楽器だと思います。出番が少ない分ね、曲のちょっとした部分にソプラノってあったらもうバリッバリ、もう吹いてやってください。目立ってください。壊さない程度に。はい、ということで本日はソプラノサックスあるあるをご紹介してまいりました。本日もご視聴ありがとうございました。